なんでだろう、触れたはずなのに、明日もここはきっと暗いだろう。ここは夢を追いかけ誇り高き夢追い人たちの巣窟トキワ荘。さあページをめくりましょう。見栄っ張りな女優に夢中な画家、まさか自分の人生が一人の人間をここまで突き動かしていたなんて、今この本を読むまで知りませんでした。夢のような素晴らしい歌手はマレーサ。当時のことを振り返り、まだ少し切っていない羽ばたいた口いっぱいに頬張っているような気分。スキップして進む私の背中にはもう何もない。瞬間瞬間で気づけないことあるのはただ広い世界。このアパートは芸術家たちの財産。たとえ罵られようと、この物語の中に入れてくださったことに感謝感激です。心が両手を挙げて、この本は今を生きる人にぜひとも読んでいただきたい。人生とは与え与えられることの連続。このグラス一杯のお酒も与え与えられない限り美味しくない。たとえ目の前で扉が閉じても、それと同じくしてもっとたくさんのドアが開いているのです。今がその時だ。人生は小説よりも奇なり。舞台は芸術家しか住むことのできないオンボロアパートトキワ荘。そこにある日越してきたサラリーマンの大善誠。アパートの壁を越えて繰り広げられるヒューマンコメディミュージカル。皆さんの心に温かさが宿ることを願います。ここではない。最後の晩酌トキワデイズ。トライアウト公演は2月27日、本公演は3月19日から22日まで。配信もあるよ。乾杯。